なぎなたの選手も登場されるんですね。そうですね、なぎなたと二刀流を主試合としてやっております。なぎなたと対戦するときはこのなぎなたの前じゃなしに早く相手の中へ入っていかな打たせてくれません。ですからこういうふうに構えとったらダメなんですよね。ああ、綺麗にすねが入りましたですね。自ら前の中に入っていかな、ああ、綺麗に入りましたですね、すねが。ああ、惜しいですね、今のチキがね。この中へ、中に入っていかなあかん。そう、面が綺麗に決まりましたですね。ああいうふうに 相手の中へ入って早く打つということが必要なんですよね。遠藤先生が早いですので、間に入られないように気をつけようと思いました。なるほど。